学内 IP テストが来週から始まります。7月17日から28日になってますんで、申し込んだ人は忘れずに受けてください。それから7月23日には TOEIC 公開テストがあります。受ける人ぜひ頑張ってください。いよいよ学期末の試験が近くなってきたんで、学内 IP テストまたは TOEIC 公開テストの前に公式問題集を使って1セット200問2時間時間を計って集中して一気に解くっていう練習をぜひ皆さんやってください。その練習をすることで本番の TOEIC で集中力を維持するための持久力がついていきます。最後の追い込み頑張ってください。教務課で事業アンケートをやっています。詳細はキャンパスウェブに載ってますんで、アンケートへの回答よろしくお願いします。今週のスタディログの提出期限は7月19日水曜日です。この動画は以上です。今週も TOEIC 頑張ろう。 AAO